マヌエル・マルティネス・サンタナ、通称マヌオロ・サンタナ、1938年5月10日帯は、スペイン・マドリード出身の男子テニス選手。主に1960年代に活躍し、4大大会男子シングルスで通算4勝を挙げた。クレーコートが多いスペインの選手でありながら、サンタナはサーフェスが異なる。芝のウィンブルドン選手権と、全米選手権でも優勝を飾り、 両大会で史上初のスペイン人優勝者となった。彼は順応性に富むプレイスタイルと、試合中に笑顔さえ見せるほどの気さくな人柄で、高い人気を持っていた。年代的には、オーストラリアテニス界の前世紀と同時代に位置している。サンタナは、少年時代、地元のテニスクラブで、玉拾いの仕事を手伝い、そこからテニスを習得していった。 1958年からデビスカップスペイン代表選手となる。1961年全仏選手権男子シングルスでニコラ・ピエトランジェリを4から6、6から1、3から6、6から0、6から2ので破り4大大会初優勝を飾る。1964年全仏選手権で3年ぶり2度目の優勝を果たした時も同じピエトランジェリとの決勝を6から3。 6から1、4から6、7から5で制した。サンタナがスペインの国民的英雄になったのは1965年全米選手権優勝である。その決勝戦でクリフドリスデールを6から2、7から9、7から5、6から1で破り、同選手権で最初のスペイン時に優勝者となった。ヨーロッパのテニス選手が全米選手権で優勝したことも、 1928年のアンリ・コシェ以来の偉業であった。1966年ウィンブルドン選手権でサンタナのテニス経歴のハイライトが訪れる。決勝でデニス・ラルストンを6から4、11から9、6から4のストレートで破り、ウィンブルドンでも史上初のスペイン時に優勝者になった。しかし翌年のウィンブルドン選手権では、 大会初日の1回戦で前年優勝者がセンターコートの第1試合に出るオープニングマッチでチャーリー・パサレルに敗れてしまい同選手権で史上初めて前年優勝者が初戦敗退した例となったテニス4大大会にプロ選手の出場を解禁するオープン化が実施された後サンタナの国際舞台での勝利数は急速に少なくなったが シングルスでは1970年まで優勝記録を残している。第二次世界大戦後のヨーロッパ人、テニス選手として国際的に高い評価を獲得したサンタナは1973年のデビスカップを最後に現役を引退し、スペイン代表選手として史上最多記録となる92勝28敗の記録を残した。1984年に スペインのテニス選手として、マニュエル・アロンソ以来2人目の国際テニス殿堂入りを果たす。2006年、自らのウィンブルドン選手権優勝からちょうど40年後、男子シングルス決勝に、スペインのラファエル・ナダルが勝ち上がったことから、サンタナは、オールイングランドローオンテニスクローケークラブから、特別招待を受け、ナダルとロジャー・フェデラーとの決勝を観戦した。 2年後の2008年ウィンブルドン選手権において、ナダルが決勝でフェデラーを破って初優勝を果たし、スペイン人男子選手として、サンタナ以来42年ぶり2人目のウィンブルドン優勝者になった。ありがとうございます。